テレーゼ・フォン・バイエルンは、バイエルン王国の世政、ルイトポルト・フォン・バイエルンの娘である。民族学者、動物学者、旅行作家、事前活動のリーダーとして働いた。ルイトポルト・フォン・バイエルンの3番目の子供で、唯一の娘であった。母親は、トスカーナ大公レオポルト2世の娘アウグステ、フェルディナンデ・フォン・ミスター・ライヒ・トスカーナである。兄は後に、 バイエルン王国最後の国王になるルートビヒである。テレーゼは幼い頃から各国語に習熟し植物に強い興味を示した。いとこで配位された夫を一世と愛し合っていたともされる。テレーゼは一生結婚しなかった。バイエルンで女性が大学に入学できるようになるのは父親のルイトポルト・フォン・バイエルンが法律を改めた1903年のことであるのでテレーゼは 家庭教師から実質学、植物学、人類学、動物学を学んだ。21歳の頃からヨーロッパや北アメリカの旅を始めた。お月の助館を従えて非公式に各国を訪れた。多くの国でその地方の花や動物を集めて訪れた場所の博物学的な記述の含まれる著作を出版した。初期の作品はス、ブイバイヤーの ペンネームで発表された。1892年に、バイエルン科学、人文アカデミーの女性として、最初の名誉会員の称号を受け、同年ミュンヘン地理学会の名誉会員に選ばれた。1897年に、ミュンヘン大学から名誉博士号を得た。ベルリン民族学会の通信会員となり、テレーゼの没後、テレーゼの収集した南米の民族学的資料は、 ミュンヘン州立民族博物館に収蔵された。テレーズは植物の学名で命名者を示す場合にテレーゼフォンバイエルンを示すのに使われる。ありがとうございます。